元夫は二枚舌？虚言癖。野郎でした。エネミーとずれてたらごめんなさい。結婚生活は2年。今日、離婚届、出してきた。結婚時。私、30歳。事業、年収630万円。貯金、1300万円。元夫、32歳。公務員、年収。貯金？現在。私、32歳。事業、年収750万、貯金1800万。元夫、35歳、公務員、年収500万、貯金20万。前提。結婚時、元夫の方から、お金は、完全に別にしたいと提案された。結婚前の貯金は、お互いノータッチ、結婚後も完全折半だと。私は即答で OK した。嘘一子供。子なし。元夫の希望で、寅年生まれの子供がいいと言われ、数年猶予があった。でも、本当は、元夫の奨学金、私と知り合う前に、無計画に購入した高級車のローン。義母の借金返済で、金欠のためだった。全部知らなかった。嘘に。忙しい。私は、死ぬほど激務だったけど土日祝日完全休みだったから、元夫分も含め、ご飯とおかずをまとめて作って冷凍したり、半日かけて家をきれいにしたりして、平日に楽できる工夫をしていた。空いた時間は、家で、ヨガやったりジョギングしたり図書館行ったり。金かからない趣味。元夫は、仕事柄、土日に、地域の行事や付き合いに駆り出されることが多く、いつも気疲れして帰ってきた。だから、リフレッシュしてもらいたくて、家事は頼まなかった。だけど付き合いとか 90% 嘘だった。気疲れも、ただの遊び疲れだった。家事したくない、遊びたい、自分に、ご褒美で私に隠れて、昼からカラオケに行ったり、寿司を食べたりお酒を飲んだり、マッサージ屋に行ったりしていた。嘘さん。鬼嫁。元夫は、職場で、私のことを、鬼嫁と風潮していた。鬼嫁だから、束縛が激しい。好きな洋服も買えない、飲み会断れとか言われちゃってさ、とか好き放題言っていた。たまたま、元夫の同僚と待ち出会い、奥さん元夫くんに厳しすぎない？そんなんじゃ捨てられちゃうよ。と冗談半分だけど、どことなくトゲのある言葉を言われて、帰宅後問いただした。嘘4。正月の義実家訪問。鬼嫁トークは、職場で鉄板ネタとなり、元夫は、気を良くして、なぜか、義母にも、私を鬼嫁だと嘘ついた。私を心よく思っていない義母、ここぞとばかりに、ごくつぶしとなじってきた。元夫は、義母に、俺の年収800万、嫁激務なのに、300万、嫁は、ストレスで、俺をサンドバッグにする。でも、俺は、嫁を受け入れて、家事もちゃんとしてると、私の知らない場所で嘘吹いてた。帰りの車の中で、元夫は笑いながら、お袋のこと、勘弁してやってくれ。専業主婦で社会人経験がないから、女性の成功体験に敏感でさ。と内容も不明で、誰に対するフォローなのかも、不明な言葉を並べた。他にも例を出したら、キリがないくらい、元夫は、自分に、都合のいい嘘を平気でつく野郎だった。だから、だんだんと辻褄の合わないスケジュールとか、思い出とかレシートが出てきて。もう、あいつの嘘話に乗っかるのも、こっちが尽くすのも面倒くさくなって、2ヶ月計画を立てて、今日、有給を取って、離婚届を出しに行った。元夫は、最後まで同情を引く大げさな芝居をしていたけど、ムシムシ。あらかじめ、引っ越し業者さんに頼んでおいたから、元夫が、仕事で家を空けている今日の昼に、私の家具や家電を全部新居に持って行ってもらった。2時間前から元夫から電話が何度もかかってくるけど知らね。LINE で人としての筋を通してくださいとか送られてきたけどブーメランすぎて笑える。明日から友達と旅先で羽伸ばします。高校生くらいの時から全く親父と会話をしなくなりました。
親父は調理師なんですけど、俺が受験間際の時に転職して、朝は俺がまだ夢見心地の時に仕事に出かけ、帰ってくるのは俺が熟睡している頃で、日曜以外は全く顔を合わせない生活になったんです。この頃、特に理由があったわけでもないのに、親父が大嫌いでたまりませんでした。どうせ、前の職場からリストラでもされて、転職先で朝から晩までこき使われてるんだろうとか思ってました。去年の春、遠くの大学に入学することが決まり、一人暮らしを始めることになったんで、いろいろ準備をしたり、荷物などをまとめてた時に、母親が、これも持って行きなさい。で、アルバムみたいなものと、ノートと通帳を、段ボールの中に入れてて、見送りの時は母親だけで、仕事人間の親父は来ませんでした。新しいアパートで、その段ボールを開けて、母親が入れてくれたものを出してみたら、アルバムは、俺が小さい頃のもので、親父と風呂に入ってる写真だったり、親父の腕にぶら下がってる写真だったり、親父の膝の上に座って二人でテレビに、釘付けになってるような写真ばかりでした。ノートには、米の研ぎ方から、チャーハンの作り方、煮物の作り方、ケーキの作り方まで、いろいろな料理の仕方が何十ページにもわたって書いてありました。通帳には、100万以上もの大金が入ってたんです。同封してあった母親の手紙には、そのノートはお父さんが寝る前に、あいつは米の炊き方も知らないだろうからってコツコツ書いてたもの。その通帳のお金は、ええ、俺の名前がイタリアに留学したがってるのを知って、一生懸命働いて貯めてたもの。そのアルバムは、お父さんが、A のことを誰よりも愛している証拠って書いてありました。俺は何が何だかわけがわからなくて、自分が憎いやら悲しいやらで、その一晩は全然眠れずに泣いて過ごしました。ちょうど今から1年前の話になるんです。もう今ではすっごい料理上手ですよ俺。コンビニ弁当とか外食で済ませたことないっすから。一人暮らし始めて一年ですが、一度しか実家帰ってないんですよ。去年の夏休みに帰郷した時、親父になんて声かけようとか、息の新幹線の中で、ぶつぶつ考えてたのに、相変わらず仕事ばっかで全然会えないんです。日曜日も仕事だとかで、俺に会いたくないんじゃんかよとか思いつつも、なんだか悔しかったもんで、親父が帰ってきたら食えるように、レンコンのきんぴらとか、イカと大根の煮物とか、軽いものを作っておきました。次の日、親父は、珍しく夕方頃に帰ってきて、開口一番に、本物のパスタの作り方教えてやるって。向こうに行っても、俺に恥じないようにって。通帳の金も、相当溜まってきたところで、今年の4月から、イタリアに留学することが決まりました。向こうの大学に入って、レストランで見習いとして、手伝わせてもらうことになったんです。それまで、俺の夢は、通訳になることだったんですけど、親父にまんまとはめられた。料理のノート作ってくれたりした時点で計画的だ。本物のパスタの作り方を教えてくれたあたりは確信犯。今の俺の夢は、調理師になること。